訓練している中身、これが実際に、えー、豚バラベーコンは先ほど終わりましたので、現在はロースハム用の肉を訓練している最中です。まあ、今回は桜のチップで行っております。まあ今まで一度、えー、鬼ぐるみ、えー、いわゆるヒッコリーで訓練をしたことがあります。今回は少し爽やかということで、桜で行っております。